今日の県内は高気圧に覆われ、広い範囲で晴れています。こうした中、会津若松市の鶴ヶ城公園では、冬の間、雪の重みから木の枝を守っていた枝吊りの撤去作業が今朝から始まりました。枝吊りは園内にある赤松や黒松など60本余りに施されていて、職人たちは縄を丁寧に取り外していました。今シーズンは雪が少なかったため、枝が折れる被害はなく、例年よりも1週間ほど早く外しているということです。やっとこれから春が始まるのかなという気持ちになっております。作業はあさってまで行われる予定です。